種子に発生した検証拠細胞種の病理組織像検証拠細胞種が挙げられる。炎症性疾患ではなく、劣気とした主要性病変である。南部腫瘍の旧分類では、関節滑膜腫瘍群に含められていたが、新風分類では、繊維組織旧腫瘍の良性腫瘍群に移行した。これは口述するように、本疾患が単核色細胞系細胞への分化が、 明瞭になったためである。しかし、本疾患と骨巨細胞腫との相同性を強調する研究報告もあり、今後も分類の変遷が予想される。類縁疾患として、微満型巨細胞腫、圧倒的に種子の指石管関節周囲の検証に隣接して発生する例が多い。部位としては、心筋検証周囲と屈筋検証周囲がほぼ同頻度である。 手指関節以外では、膝関節、股関節、手関節、肘関節での発生が報告されている。手指の無痛性皮下腫流として発症する。患者の発育を示し一致の診察を受けるまでに、数年を経ていることが、一般的である。年余にわたり大きさに変化がない例もある。外傷との起用を訴える患者もいるが、発生部位が、手指周辺であるので、 受賞との因果関係は偶然のことが多い。肉眼的には、境界明瞭で男性項の結節性主流で、活面は充実性菌質で泡カし食調から、高かし食調を呈している。大きさが3センチメートルを超えるものは稀である。組織学的には、単核均一な組織球様細胞の密な増殖を背景に、破骨細胞様の多角巨細胞が分布している。 ヘモジデリンドン色細胞や、放末組織球の浸順、さらには、肥満細胞、リンパ球など炎症細胞浸順も少なからず、認められる。単核細胞及び多核巨細胞は、マクルファージ特異的な CD68 に陽性である。種子に発生した病変では、術前診断で、検証巨細胞誌とされる例が、圧倒的だが、整形外科医からは、検証線維種。 類上皮肉種との間別を求められる。病理組織学的間別に苦慮することは、ほとんどない。検証巨細胞種、骨巨細胞種、巨細胞性修復肉芽種、動脈粒様骨脳胞、軟骨芽種など巨細胞性増殖を特徴とする骨、軟部腫瘍の一群がある。最近の研究によれば、検証巨細胞種と骨巨細胞種では、多角巨細胞は、 細胞科学的に主積酸体制の酸性ホスファターゼ、陽性で、ビトロネクチンレセプター発現陽性であることから、破骨細胞への分化を示すことが確認された。一方、単核間質細胞は、骨芽細胞の形質を示し、アルカリホスファターゼ発現、NF、カッパビーリガンドのレセプター活性化因子であるランクルの発現が認められた。ランクルは、骨細胞形成に、 必須の因子であり、破骨細胞形成が、ランクル依存性に生じていることが示唆されている。これらの単核細胞は、オステオプロテグリンの発言も陽性で、破骨細胞形成の阻害因子として機能していると、考えるべきである。また、破骨細胞分解因子である、ベーシックヘリックスループヘリックス型転写因子、ミットフの発言を、 巨細胞性腫瘍や腫瘍様病変で検討した結果、効率に短角、または多角細胞にミットフが発現していることから、破骨細胞の最終分化に関わる転写因子が病変形成を収飾していることも明らかにされている。こうした破骨細胞への分化を制御する因子をターゲットに、創薬的研究が進み、一部の巨細胞性腫瘍の治療への展望が開かれつつある。 腫瘍部の完全適除が有効である。化学療法、放射線療法は適応外である。切除後の局所再発例は10から20%である。検証機能に影響しないように注意深く腫瘍を確出しても少量を依存した腫瘍細胞が再発の母蜂となる。ありがとうございます。